迎えが来ているようですわ。じゃあまた明日ね。友達。はい、また明日。さあ、お二人とも私に別れのキスを。って、あら、これが友達。いや、友達でも頬にチューはあまりしないかな。そうでしたか。口が普通ということですね。そういう意味ではなくて、ウェルカム。勘違いを増長しないで。日差し眩しい午後、カーテン引いてすやすや眠る。